こんばんは。深夜にすみません。速稼塾の久保でございます。皆さん、ウォトクンっていうのものご存知ですかね。まあ、ウォレット型のアプリといいますか、そのウォレットに暗号通貨を入れておくと、そこの暗号通貨が、まあ、勝手にね、増えていくっていうものらしいんですけど、私、詳しくは知らないんですよ。ウォトクンとか、あとね、なんとかトークン、プラストークンですか。そういうのがあるみたいですけども、お誘いを受けたんですけども、積極的に参加することはなかったのと、それを発信することはありませんでした。で、今回ね、何の放送なのかっていうことなんですけども、このウォートークンっていうのを多分最も多く発信していたのが、まあ私の友人でもあるね、小野田とはじめさんだと思うんですよ。で、小野田さんとは、まあそこそこお付き合いあるんですけども、例えばウォートークンを速稼塾の中で広めたりっていう活動まではしていないんですよね。で、あくまでも私は、その、ウォートークンというか暗号通貨はかなり危ないんで、暗号通貨やるぐらいだったら、初歩の初歩の、まあ、FX からがいいんじゃないかなっていうことをお話していて、その初歩の初歩の FX もなかなかね、手を焼いてる部分があると思うんでね、私は余計に、責任を持てる発信をしたいなと思った時に、ウォートークンの、まあ、拡散っていうのはできなかったなと思うんですけども、ただ今になってっていうか数ヶ月前からなんですけど、ウォートークンっていうのが随分ね、まあ、資金が動かないっていうか出せない。要するに、預けた資金が出てこないっていうことが起きていて、しかもこれ全会員さんに起きてると思うんですよ。で、そうなってくるとですね、一人でやっぱり5アカウントとか10アカウントとか作ってらっしゃる方もいるんで、多分これは余剰資金なんて問題なくて、ほとんどの人が、というかね、全員と言ってもいいかもしれませんけども、結構な、虎の子の資金を預けちゃって、それがなくなったら知名だみたいなね、状況になってると思うんですよ。まあ、それを私がね、こうやって、ウォートークンがどうなってるのかなと、たまに小野田さんがね、関わってることですから気になって、まあ、見るんですけども、今、小野田さんが先頭立って、そのウォートークンの資金の解放に対して、別に誰かに頼まれたわけではないと思うんですけども、まあ、やっていってるみたいですよね。ウォートークンっていうのは中国かどっかのアプリなんで、結構ね、交渉に行くにしても、手間も時間もかかるはずなんですよ。で、ちょっと耳に挟んだんですけども、1000件以上の問い合わせが小野里さんのところに集中しているということらしいんですよね。というのが、日本の会員さんは、当然ですけども、大元のウォートークン本社とかね、担当の中国の人に連絡するのはかなり難しいと思いますんで、まあ、小野里さんお願いしますみたいな感じとか、中には小野里さんどうなってんだよみたいなことね、あると思うんですよ。まあ、その中で小野里さんは、そういうことから逃げずにね、少しでも、皆さんのためになるように、自分の資金と自分の時間と自分の知恵を使ってやってくださってるんですよね。これはだからすごいことだなと思いますね。で、こっから私が考えたのは、小野田さんといえば、もう私なんて比較にならないぐらい、そのアフィリエイトとかね、その情報発信の分野で、まあ、有名であってですね、いろんなことを関わってる、まあ日本で言っても重鎮と言ってもいいぐらいの人なんですよね。で、その小野田さんが筋金入りで、成り物入りで取り組んでいるウォートークンなんですけども、二つの見方があって、一つはね、小野田さんでも、なかなかね、わからない部分が、こういうビジネスに関してあって、結構何をしていこうかどうしようかっていうので、結構今ね、心を尽くしてるんだと思うんですよ。で、もう一つは、小野田さんが、やっぱり、すごくね、ウォートークン進めていた責任もあるんでしょうけども、まあでも言ってみれば一会員なんですよね。一会員ですから、自分の資金の解決は自分でやれよっていう話なんですけども、それを言わずにですね、私にできることがあるんだったら、こういうふうにやっていこうと思いますという形で、自分の身をさらしながら、YouTube で発信しながらね、続けていってるんだなと思うと、やっぱりこの腹のくくり具合がすごいなと。ちょっと風向きが悪いからっていうふうにして、逃げたりとか、責任転嫁したりとか、私は知りませんみたいなことになってないなと思うとね、やっぱりね、小野田さん、友達だなと思うわけですよ。で、私ができることって別にないんですけども、そもそもウォートークンにね、関わってないというか、小野田さんのリンクからウォートークンやろうかなと思ったら、まあ、ちょっとね、思わしくない状態になったんで、あれどうなってんのかなってことで、様子を見てたら今日に至るって形なんですよね。まあ、でも私の場合は、小野田さんどうなってるんですかって問い合わせすることは多分参加してとかなかったと思うんですけども、やっぱ多くの方はこういったらちょっとあれですけども、自力での解決っていうのがもうね、用意されてない段階で多分入金してると思うんですよ。
だからね、私小野里さんの放送を見ながら、小野里さんの発信本当に細かくやってるのを見ながら、本当にすごいなと。小野里さんは人の資金の責任まで積極的に、何とかしようとしてくれてるんですよね。いやだからね、そういう人を責め上げて小野里さんに対応を求めて、小野里さんがじゃあやめたって なるの怖くないのかなと思っちゃいますよね。もちろんそういう人ではないというふうに私も思いますし、多くの方も思ってるでしょうから、ちょっとね、強めの苦言も出すと思うんですけども、その前に私言いたいのは、じゃああなたは何をやるんですかなんですよ。あなたはじゃあ小野里さんに、お願いするのも一つだけども、じゃああなた自身は何ができるんですかと、自分の資金に対して。でちょっとできることがないと、自分はそんな情報発信とかできないし情報収集能力がないんだっていうことだったら、じゃあなんでウォートークン参加しちゃったんですかって話ですよね。だって何も分かんない状態で、美味しいとこだけね、飛びついて、で絶対はないわけですよ。でこんな高い利益を狙わせるものに対してね、何が起こるか分かんないっていうふうに考えないといけないのに、いざ何かが起こったらもうね、打つ手がないっていう状態で投資に参加してるっていうのは、これはなんか単なるギャンブルになってるんではないかなと思うんですよね。でもちろん小野里さんと一緒に協力してやっている方もいると思いますし、それからですね、あくまでも自分の資金なんで小野里さんに依頼するわけではなくてね、自分でやっていこうって方もいらっしゃるんですけども、何かが起きた時にじゃあ小野里さんどうしてくれるんですかっていうのは、ちょっとこれは筋違いだと思うんですよね、私はね。やっぱりビジネスとか投資って自分で始めて自分で責任を取っていくものなんですよ。じゃあ逆に言うと、ウォートークンで儲かったら小野里さんにありがとうって言って、なんかね、お礼を払うつもりだったんですかって話なんですよ。それが自分に対して悪いことが起きた時だけで責め上げるとかね、騒ぎ立てるのは、ちょっともうね、そういうのではないかなと思うんですよ。もちろん社会人1年生で、投資とかビジネスとか分かりません、暗号通貨分かりません、無防備ですみたいな人だったらまた別なんですけども、私たちは何度もね、情報商材ってものに関わったりとか、 MLM ってものを経験したりとか、それからね、会社とかお店とか勤め先で何度も何度も話しすぎが違うじゃないかみたいなことを経験しているはずなんですよ。生まれてこの方は約束を一回も破られたことはないよという方っていうのはいないと思うんですよ。やっぱり、ね、予定通りにならないこととか、誠実にやったけども結果が思わしくないことって繰り返されたと思うんですよ。だからやっぱり覚悟しなくちゃいけないと、リスクヘッジもしないといけないし、何かに参加する以上自分の力の及ばない部分があるから、その時はどうするっていう風なね、そういうことも考えてやるべきなのかなと思うんですけども、いや誰かが小野里さんを責め上げてるからそれはやめてねっていう話じゃないんですよ。ないんですけども、小野里さんいつもね、もう小野里さん私よりもね2つ3つ上ですけども、いや本当にね、深夜だろうが早朝だろうが、いい顔でね、嫌な顔で放送せずに、いつもの爽やかな顔で放送されてね、少しでも私にできることがあるんだったらやりますよみたいなところはね、すごいなと思います。本当に私はね、小野里さんを友人に選んでよかったなと思いますし、小野里さんに対しましては、あまりね、聞きたくもないようなね、苦言とかも吹いてるのは私知ってますよ。小野里さんにこの前会った時に、何ですかね、全員極悪みたいなね、アウトレイジのポスターに出てましたみたいなことで茶化したりもするんですけども、アンゴロがなんか言ってたよとかね。いやでもやっぱりね、だからって言って私も一緒にね、小野里さんを責めたりとか、小野里さん今ちょっと風向きが悪いから俺関係ない人間ですよみたいなことはね、ちょっと言えないかなと思いますね。やばい状況だからこそ、私は小野里さんの友人ですと言ったりとかね、やばい状況だからこそ踏みとどまって自分にできることはないかなって探す、そういう精神でいたいかなと思います。でもちろんね、小野里さんもそうですけども、最初から誰かを騙して何かしようなんてこと思わないですし、事故があることも込みでそのリスクを踏まえた上でチャレンジをしていってるわけなんですよね。で同じ思いを重ねた人がね、なんかリスクあるかもしれないけども分かんないことあるけども、他に突破口は見つからない、よしチャレンジしてみようみたいな感じでね、同調したと思うんですよ。だから絶対はないっていう前提のもとで参加したのに、結果が出ない時に、
澤部さんどうもこんばんは。すいません、コメントがね、今すみません入ってまして、澤部さんっていう方はね、 H2 クラブって言って小野里さんと一緒に、なんかね活動されてる方なんですよね。で、澤部さんが私の Facebook のコメント書いてくださったりとかね、で、今 Facebook ライブやってると、小野里はじめは良いやつって書いてくれてますよね。私もそう思います。小野里さんは、小野里さんがいたから私はね、このなんか嘘ばっかりの情報業界の中で、いや、正直な人もいるんだ、誠実な人もいるんだって思えたのが小野里さんなんですよ、だから私は今でもね、小野里さんの味方ですしね、やったことの中には失敗したこととか、それこそね、誤解を受けるようなものもあったと思います。それは私も認識してますんで、小野里さんどうしたんですかっていうふうにね、笑うこともありますけども、笑うっていうか変な意味ではないですよ。小野里さんに、いや、なんかすごいことになってますねみたいな感じで半分ね、茶化すこともありますけども、いや、でもね、やっぱりね、そういうもんではないと。挑戦すれば失敗はあるし、思いもよらぬことってあるわけですよ、でも自分が信頼した人なわけ、なんですよね。だからいきなりね、結果が自分の思った通りにならないからって言って敵扱いすることはないかなと思います。はい、あやさどうもこんばんは。小野田さんの発信を見ているととても真摯な姿勢が見えて、ウォートークンで学んでよかったと思います。そうですよね、やっぱりね、ウォートークンがどうなるかまだ分かりませんけど、仮にウォートークンで資金を全くね失ってしまったとしても、そこから100も200も学べるんだったらものすごくいいことだと思うんですよ。でもお金はなくなった、何も学んだことがありませんっていうんだったら、本当にですね、本当にもったいないですよ。だから今こういうウォートークンがどうなるか分かんないときに、自分にできることは何だったのかなと、自分はちゃんと覚悟してやったのかなと、どんなリスクヘッジを今までやってきたのかなと、ウォートークンに参加する前、参加してから、そしてウォートークンがちょっと状況を変わったときに、どんなリスクヘッジをどのぐらいできたのかなとかことを考えるときに、ただ待ってるだけとか、小野田さんの情報を見てるだけとかっていうのでは、とてもじゃないですけど、ビジネスや投資をやる資格はないんではないかなと私は思うんですけどね。それはね、自分のお金投げるわけですから、なくなってしまうこともありますよ、で、毎日のようにね、ウォートークの現状を知らせてくださいますよね。じゃあ他のウォートークの参加者さんが、小野里さんと同じようなレベルで情報収集して、小野里さんと同じようなレベルで情報発信しているかって言ったら、多分やってないんですよね。もう今唯一情報源って小野里さんになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ、もちろんね、小野里さんの情報が早くて的確だから、自分がやってもしょうがないっていう考えもあると思いますけども、そこでそうなるんではなくて、自分なりの情報の取得の仕方とかね、再配信の仕方っていうもので小野田さんを支援することもできますし、まあ、小野田さんの支援をしないまでもウォートークに対して解決を求めていくっていうアクションはできるんではないかなと思うんですけどね、ちょっと長くなりました。やっぱりね、小野田さんが、必死で何かしようとしてるってところに、私もね、ちょっとどうしても何か言いたくなっちゃって、こうやってね、ライブ放送させていただきました。深夜で夜も明けきれない時にすいませんでした。っていうか、今何時なんでしょうね。何時ですかね、今ね。1時半。あ、夜明けではないんですね。1時半です。さっきね、私ね、ミルクをあげて、ヤマト君に。で、次のミルクの時間が3時かな。3時ですから、もうあと1時間半ぐらいですかね。楽しいですね。ミルクあげるのもすごく楽しいしね、おむつももうね、1日ね10回以上買えるんですけどね、いや楽しいですね、楽しいのと同時にちょっと寂しいですね。数年間経つとこれはもうできなくなるんだと思ったら、今一生懸命、なんか涙出そうですね。あと3年経ったら5年経ったらこれはもうできないんだなと、昨日とは違った表情を見せる大和くんにね、昨日の大和くんにはさようならなんだなと思うと、成長が嬉しいのと同時に、出産した直後のあの初々しい姿とかね、初めて対面した時の感動ってのがもう今は変わってきてるんだなと思うと、ちょっと寂しい気もしますね。はい、澤部さん、こちらこそありがとうございます。それではですね、情報暴走族澤部宏がお届けしましたではないですけどね、速稼塾の久保がお届けしました。今日も隠居暮らしでございます。それでは失礼します。